おはようございます。2015年10月27日火曜日6時5分になりました。ということで、今週、今週じゃない火曜日になりましたけど、もうね27日ということで、10月も終わりになろうとしておりますが、ちょっと今日天気がようやく雨が降るような関西の方もね、ずっと晴れてましたからね、もう昨日ねちょっと芋掘りを、さつまいもを掘りましたけども、畑がカチカチでした。ほんまに畑ひび割れしてたよ、びっくりしてましたよ。ほんまにどんだけカラッカラやねんっていうね、それぐらい雨が全然降ってませんでしたが、さて今日はですね、インターネットウォッチからニコ動のようにコメントがつけられるプレゼン共有サービスニコナレドワンゴが提供開始ということで、これね要はスライドショーみたいに PDF のファイルをアップロードして、でページをめくりながらこうナレーションを録音できると。でそれをですね、後でみんながこう再生して、でかつニコニコ動画みたいにですね、見てる人がこうコメント入れて、そこがテキストがこう流れるみたいなね、そんなので、そんなことができるようになってるんですけど、これちょっとね面白いかなと。でその PDF ファイルでできるっていうのがやっぱりね面白いと思うし、で動画を撮ってね、こう同じようなことって今までも動画でもできるんですけども、ただ動画でやるとそのやっぱり、録画するっていうところで結構失礼寒いっすね動画を収録するっていうのはハードルが高かったんですけども、でもこれだとですね、その PDF ファイルをアップロードして、でもってそれを何回もこうスライドしながら音声の方を録音したり、もう一遍撮り直したりとかこうできるので、非常にお手軽ですね。動画で同じことをやるよりも非常にやりやすいっていうのがある。だからこれ結構ね使い勝手がいいんじゃないかなと、そんな気がします。個人的にはすごい好きですね、こういうの。で、かつこういうのって広がっていきそうな気がします。ただまあ今のところプレミアム会員でもね100件登録しかできないので、まあ要は100スライドというか100テーマというか100ファイルというかしかアップできないというのは、ちょっとそこが少ないのかなと逆に思ったりしたんですけども、であと PDF のページ数は100ページまでっていう制限がついてるんで、これ結構もっとたくさんページ数あってもいいんじゃないかなという気がしてるんですけども、まあ多分これから使ってるうちにいろいろ変わっていくかなという気がします。でそれとか、あとですね、これ面白いのはそのスライドだけアップしといて、でそのスライドに合わせて喋るのは他の人ができるようにもするという、そういう設定もあってですね、そうすると例えばこう面白い写真とかなんかこうあって、よくこの写真を見て一言みたいなのとか、写真にこう吹き出しがあって、そこをこう他の人に喋らせるっていうお題を提供して、なんか大喜利みたいな感じでね、そういうこともできるんじゃないかなと思って、おそらくいろんなその発想をみんなしてくるんじゃないかなと思います。個人的にはこれ面白いと思うんですよね。こういうシンプルだからこそいろんな面白いことができると。生実行パワーポイントとかでやろうとすると、どうなんかアニメーションに凝ったりとか、こうスライドの仕方に凝ったりとか、そんなことばっかりに目がいってしまってですね、大変になっちゃうんですけども、これだとそんなこと考えずに、できるの でかつ音声をねこう撮ってアップするとかっていうのは、その動画を撮るよりもはるかに、楽で、簡単にこうできるというのがあって、非常に私は面白い機能だと思います。場合によってはこういうなんて企業がねいろんな商品の説明するのとか、そんなにも使ったりとか
まあ、いろんなあのニコニコ超会議なんかであのニコニコ の, あの、いろんな発表したりとかするのありますよね。そんなのとか使ったりとか結構これ広がるんじゃないかなと思ってたりしますけど、さて、そんなところで、6時今日9分ですね。少し早めですけど今日久々に短めに、5分にまとまろうとしてます。いつも長いからな最近。そんなところで、そんなこんなで、あ、そうだ、今日火曜日なので、明日水曜日ですね。水曜日といえば、毎週水曜日、週刊 IT トレンド X もお忘れなく、ポッドキャストで配信しておりますので、よかったらそちらも聞いてください。あ、それからそうそう、そっちの週刊 IT トレンド X の前にですね、もう一つのコンピューターの歴史というのを特別番組で流しましたけども、その時にですねやった内容をあのテキストでまとめて、Kindle 本で、販売してますんで、今週から発売開始になりましたんで、よかったらそちらもあのチェックしてみてください。詳しくはあの、こちらってこちらって URL ないな入れとかなあかん。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。